出てない3秒2秒飛ばせた小沢のタフ3だ。このリバウンドは水野きた。斉藤手を伸ばした。斉藤奪った。イージーバスケット。小西です。エサトンとのピックアンドロール。坂本誠也の左手です。いや 外に振った振った。残り10秒。三つだ。ユートがミスマッチ。あ、ここエサトンフォローに来た。さあ最後チャンスが作れるかどうか。止めた。自分がシュートチャンスっていうのを見極めましたね。まあ、もちろんスピードもあるんですが、そこの緩急というのは、このルーズボール、斉藤拓実がいった。坂本誠也がフォローした。斉藤エサトン使った。ウィリアムズ通した。ウィリアムズエンドワンです。斉藤ショットクロック10秒切った。斉藤の個人技、外振って中塚がまた来るか。中塚選手も少しウイングのところにいたの45度飛んできたのはすごいですね。須田雄太郎個人で行った。須田雄太郎一人で行った。外ボール回った。斉藤がウイングから3打ってきた。ここは中塚抜けてきた。逆サイドに中塚が移動。ウィリアムズがここダブルチームに見た。斉藤がウイングからホームステップ。斉藤を取って 中塚が右に走ります。須田だ。まだ分かりません。ですからエサトンもこれファール4つですからね。そうなんですよね。斉藤が来る。負傷での退場というのがありました。坂本からぐるっと回って斉藤だ。スリーポイント今日4本ヒット。一気に覚醒した感があります。そしてエサトンがインサイド行った。外が行った。